今ですね、ポーランドのワルシャワにいます。でワルシャワのですね、大学があるんですけど、ワルシャワ大学になるところです。でワルシャワ大学って日本学科もあって、日本語学んだりとか日本の文化を学んだりしてる学生も結構いるってことですね。どこになるかちょっとわからないんであれなんですけど、まあ日本語で話しかけられることを、期待しながら、誰も話しかけられない。でここが入り口正門からですね、ちょっと入ったところで、こちら掲示板ですね、大学の掲示板。学生多いですね。日本学科どのくらいの定員なのかわからないですけど、何人ぐらいいるのかわからないですけどね、すごくいいですね。なかなか車で来れるのかな、学生は。車結構止まってますね。まあこれ先生の教職員かもしれないけど、